しかし、わしたちの心は、で、ある、が、全然わからないんですけど。寝てる。じゃあ上の道に行けばいいんかな。は、めちゃくちゃ拾いたくなるよね、あれ。バウンドしうるし。乗れた。星に乗れたよ。あ、星のかけらやん。イエーイ。星のかけらゲット。あ、こっちはいけんのやね。ね、かけらじゃなくってさ、このでっかいお星の方が価値ない普通。拾えろよ。一個しかないんかな。こんだけ降ってきようやけん、大量に星のかけらあっていいと思うけど。こっちもいけねえ。ほら、なんなら、マリオにぶっ刺さりそうな勢いで飛んできようやけど。怖い怖い。この頂上に何かあるの？あ、腰のおじいさんおるよ。おったおった。やっと会えたね。なんか透けとるけど。よく来てくれたマリオよ。待っておったぞ。やっぱみんな本体は捕まっとるまんまってことなんかな。わしらは星のせい。天空の彼方にある星の国にて、人々の願いを叶える仕事をしている。これから話すのはとても大切なことなのだ。どうかよく聞いてほしい。この間のことだ。クッパとその手下が星の国に突然現れて、わしらが大切に守っていた星の国の宝、スターの杖を奪っていってしまったのだ。スターの杖はね、どの願い事でも叶えちゃう、とっても強い力を秘めているの。昔からクッパはマリオをやっつけたいとか、ピーチ姫を手に入れたいとか、いろんなことを願っていたんだけど、もちろんそんなおがままは聞けるはずないもの。私たちはその願いをずっと認めなかったの。なるほどね。何でもかんでも叶えてくれるわけじゃなくって、一応なんか、セースされて、却下されるわけやね。願い。それはそれでなんかな、夢がないね。それをクッパのやつめ。願いが叶わないことを知るや、自分で願いを叶えようと、スターの杖を奪いに来たのだ。自分で願いを叶えようと努力するなら、美しいのにな。今はピーチ姫を捕らえたことと、君をやっつけたことだけで喜んでいるみたいだが、もしもクッパがスターの杖に、もっと悪いことを願いでもしたら、大変なことになってしまうのだよ。スターの杖を守り、正しく使っていくことが、僕ら7人の星のせいの仕事なんだ。なんとしてもクッパの手から、スターの杖を取り返し、正しい場所に戻さなければならない。そのためにはマリオくん、君の協力がどうしても必要なんだ。しかし、今のあなたの力では、クッパと戦ってもおそらく勝てないでしょう。なぜならクッパは、スターの杖に願いをかけて、とても強い力を手に入れていますからね。僕ら7人の星の精が、星の国に集まれば、パワーアップしたクッパとでも戦える力を君に与えられるんだ。マリオくん、我々は、すまない。君に話しかける力をそろそろ使い果たしそうだ。うわ、消える。君は我々がすぐそばにいると思っているかもしれないが、実は今ここにはいないのだ。ここから遥か遠い場所から、特別な力を使って君に話しかけているんだよ。我々はクッパの手下たちによって、キノコワールドのあちこちに一人ずつ捉えられている。マリオくん、まずは我々を探し出してほしい。クッパからスターの杖を取り戻し、ピーチ姫を救い出すためには、お主の力が必要なのだ。てかさ、こんなさ、話しかけるのに、めちゃくちゃ力使うんやったら、端的にさ、ズバッと言いたいことだけ言ってほしいんやけど、だらだら会話せずに。頼むマリオよ。お主が来てくれるのを待っておる。いや、なんならさ、今自分がおる町の名前だとか、なんか単語だけ言ってくれたら、とりあえずそこ目指すやん。なんか何にもヒントくれんかったけど。マリオ、オイラが思ってたよりも大変なことになってるみたい。ピーチ姫は大丈夫かな？オイラすごく心配だよ。またキノコ城？くすん。マリオは大丈夫かしら？みんなも捕まってしまったし。このままじゃクッパのせいで、キノコワールドが大変なことになってしまうわ。なんとかしなくちゃ。誰か力になってくれたら。てか、ここ
でさ、ルイージが逃げずに城の中におってくれたらさ、まあなんか外の世界ではマリオが活躍して、中ではルイージが活躍して、みたいなことができたんじゃない？何一目散に逃げよう、あいつ。ガハハハハ、我が愛しのピーチ姫よ、ご機嫌はいかがかな？いつものようにマリオが来るのを待っていても無駄じゃぞ。いつものようにもうね、お決まりなんよね。ここは目もくらむような高い高い空の上じゃ。マリオもここまでは来られまいて。このスターの杖がある限り、キノコワールドで我が輩に勝てる者はいない。願いを叶える力も我が輩が独り占めなのだ。どうだ、すごいだろう。ヒヒヒヒ。願い事が叶わなくなって、キノコワールドに住む連中もさぞかし困っておるじゃろうて。え、みんななんなん？星だよりやった今まで。自分で努力せずに願い事を。困るなよ、そんなことで。いい君じゃ。今まで我ら亀一族を邪魔者扱いしよってからに。もし困ったことがあれば、ピーチ姫だけ特別に願い事を叶えてやってもよいぞ。もちろん、我が輩が気に入ることだけであるがな。何か考えておくとよいのだ。では、ピーチ姫、また会おう。亀一族。クッパと、この亀っくばは同じ一族ってこと？ピーチ姫よ、せいぜいおとなしくしておることじゃな。じゃあカメックバーがなんかいろいろ裏で暗躍しよるのはやっぱりあれ年功序列的な感じクッパも頭が上がらん的な。ひょ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 、つぶらな瞳だな。ああ、誰かが力になってくれれば。いや、ここで登場するのが普通ルイージやろ。誰だ、キノピオか。あら、あ、星だ。囚われとる割にさ、いつもと同じ環境やけん、超ふかふかなベッドで寝れるんよね。城ごとさらわれとるけん。こんにちは、ピーチ姫。はじめまして。僕、ティンクって言います。あなた、星の子ね。どうしてこんなところに？ピーチ姫の願い事を聞きに、星の国からやってきたんです。おー、もうクッパの力がなくてもこっちで。星はみんなの願いを聞くのがお仕事なんですよ。さっき私が誰かが力になってくれればって願い事をしたから？そうですよ。よかった。来てくれてありがとう。もし願いを聞いてくれるのなら、大急ぎでクッパからスターの杖を取り上げてほしいの。できるかしら？お？それはちょっと僕の力では無理です。星の国に星の精様がいらっしゃればなんとかなったかもしれないんですが。ごめんなさい。僕だけでもできそうな、もうちょっと簡単なことをお願いしてください。簡単の基準は。それじゃあ、私をここから連れ出してくれないかしら。捕まっているお城のみんなを早く助けてあげなくちゃ。あ、部屋自体に閉じ込められてるって感じ？ま、さすがに、城中を自由に動き回ることはできんか。ごめんなさい。それも僕の力ではとても無理です。実は僕、まだ空に登ったばかりで、大したことはできないんです。それでよく願いを叶えに来たとか言えたな。もっと立派な星だったら、ピーチ姫のお役に立ったのに。いいのよ、しょんぼりしないで。きっとマリオが何とかしてくれるわ。マリオってとっても強いんだから。お、なんだ？願い事？そうだわ、ティンク。あなたもしかしてマリオのところに行けるかしら。これをマリオに渡してほしいの。何？新たなアイテム？これはラッキースターですね。任せてください、ピーチ姫。キノコワールドまで僕ならひとっ飛びですよ。あ、ちょっと待って。普通に移動してくるんか。瞬間移動的なことはできんねよね、別に。マリオに伝えて。私は大丈夫だから心配しないでと。わかりました、しっかりお伝えいたします。まあ、殺されることはないやろうしね、ただ捕まっとるだけっていう。ピーチ姫、すぐに帰ってきますから待っていてくださいね。どれぐらいでやってくるかな、あの星の子。マリオ。あ、でもここまでは出てこれるんやね。もうすぐに来るかと思ったけど、そんなことなかったね。全然現れんかった。もしかしてこの上に行ったら現れるとか。そんなことねえか。進もう進もう。うえい、来た。いて。ごめんなさい、ごめんなさい。急いでいたものですから。
ぶつかってくんなよ。あの、マリオさん？マリオさんですよね。よかった、やっと会えました。私的には一瞬。はじめまして、僕はティンクと言います。ピーチ姫のお使いでやってきました。マリオさんにお渡しするようにと、預かってきたものがあるんです。あった。落としてきたかと思った。これです、これです。どうかお受け取りください。ラッキースターをもらった。星の形のペンダント。持っているとアクションコマンドが使える。何？技？それはピーチ姫から預かったラッキースターです。それがあればバトルでアクションコマンドを使えるようになるんですよ。どういうこと？よろしければ僕がアクションコマンドについて説明しましょうか？うん、お願いします。わかりました。では説明しましょう。そうですね。後ろにいるあなた、マリオさんの練習相手になってもらえますか？大丈夫？死んじゃわない？オイラかい？オイラはクリオって言うんだ。よーし、任せてよ。じゃあマリオさん、クリオさん、始めましょう。ちゃんと手は抜くからね。まずはマリオさん、ジャンプのコマンドを選んでから攻撃する相手を決定してください。ジャンプ決定。敵を踏む直前に A を。攻撃する相手を決定すると、このアクションコマンドの説明が明るく表示されます。うんうん、はっ、ここです。相手を踏む直前です。このタイミングでもう一度 A を押してください。ナイスが出たらアクションコマンド成功です。相手に与えるダメージが増えます。普通に1やったけど。今度はクリオさんが攻撃してください。よーし、行くよマリオ。ここ、相手の攻撃を受ける直前に A を押すんです。おお、今のは耐えた。アクションコマンド成功。受けるダメージが減ります。なるほど、ただ単に、まあ、単性やけんって待つだけじゃなくなるってことなんやね。アクションコマンドのやり方は攻撃の種類によって変わります。今度はハンマーでの攻撃を試してみましょう。ハンマー、何？スティックを左に引いて星が光った時に放そう。攻撃する相手を選んだら次に 3D スティックを左に引きます。それでは 3D スティックを左に引いてください。まだ 3D スティックは左に引いたままにしておいてください。離しちゃダメですよ。うんうん。え？は見ずに押してしまったけど、今のでいいんやね。アクションコマンド成功。どうです、マリオさん。アクションコマンドのやり方は分かりましたか？星が光ったら、丸。では実際にマリオさんがアクションコマンドを使えるように少し練習してみましょう。オッケーオッケー。アクションコマンドをバッチリ使いこなすことができるように頑張ってくださいね。練習をやめたくなったときは、終わるのコマンドを選んでください。とりあえず、ジャンプ。あれ？惜しいです。タイミングがちょっと遅かったようですね。はっ。あれ？惜しいです。タイミングがちょっと早かったようですね。難しいな。なんか、ねえ、なんかメーターみたいなの出てくれたらいいんやけど。はっ。あ、これで OK？ごめん、なんかクリオボコボコにされよるけど大丈夫。ナイスですよ、マリオさん。アクションコマンド成功です。今のタイミングでバッチリです。ひひ、全然防げてないんですが。早いのか。ハンマーにしよう、今度。はーって。惜しい？遅かった？マジで？ダメなんや、今の。全然ダメージ食らうんですけど。早い？どのタイミングだ？これはいけたの？遅い。もうなった瞬間ってことなんか。ナイスですよ、マリオさん。アクションコマンド成功です。今のタイミングでバッチリです。ちょっとハンマーだけ成功させたい。大丈夫？いけた？マジで遅いの？今のもいけてない。むずいんだけど。はっ。これでナイス。なるほどね。オッケーオッケー。避けれてない。マジでタイミング難しいね。もう一回。なるほど。なるのと同時にって感じやね。避けれねえ。
まあ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 、もうね、うん、頑張るわ。じゃあ説明このくらいにしましょう。まあ一応私が下手くそなだけで、分かったは分かったけん。マリオさんがアクションコマンドを使いこなせば、まさに鬼に金棒です。すごいや、これでますますかっこよく決められそうだね。大丈夫？ボコボコになってない？結構踏んだし殴ったけど。見つけたぞ。お？カメック？え、まさか、僕、後をつけられていたんでしょうか？おい、しっかり。バカめ。お前を追って行けば、きっとマリオの元に行けると思っていたのだ。ここでマリオをやっつけてしまえば、手柄はすべて俺のもの。てかもう城から出てきたところを見られてる時点でね。カメックババ様に報告すれば、絶対に褒めてもらえるのだ。行くぞー。戦闘、早速の。さあ、頑張りますか。ガツーンジャンプ。全然決まらねえよー。むずいよー。使いこなせねえな、私。まあ、最終的にやっつければいいけん。うんうん。遅いんやろうな、きっとこれ。早いんか、今のは。まあ、やっつけたけん、よし。やっつけたけん、よし、もう。やったやった、マリオさん。とっても強いんですね。これならきっとクッパだって倒しちゃいますよね。僕はそろそろピーチ姫のところに戻ります。僕何もできないですけど、せめてマリオさんの活躍をピーチ姫にお話しします。何？こことピーチ姫のとこ行ったり来たりする役割って感じ？それじゃあマリオさん、また来ます。こっちから渡すものは何もなかった。何？戻ってきたよ。ごめんなさい。ピーチ姫からの伝言を忘れていました。おい。私は大丈夫だから心配しないで、と言っておられました。でもきっとピーチ姫、本当は心細いはずですよ。僕、ピーチ姫やマリオさんのお役に立てるように頑張ります。だからマリオさんも、一刻も早くピーチ姫を助け出してくださいね。伝言やのになんかすごい自分の気持ち挟んできたけど。あいつビューンと飛んでったね。クッパ城に戻るなんて勇気あるよな。さあマリオ、オイラたちも張り切っていこう。てかまた戻っていくって、大丈夫なんすか？もう一回また来るとしたらまた後つけられてくるんやないん。やめてよー。全然復旧進んでないね。大丈夫？あ、マリオさん。そこの屋根がくるくる回っている家に住んでいるデアールさんがマリオさんを探してましたよ。もしマリオさん見かけたら家に来るように言っといてくれって頼まれたんです。ちょうどマリオさんを探そうかと思ったので、グッドタイミングでした。でも、デアールさんが誰かを家に呼ぶなんて珍しいですね。あの人ちょっと変わり者だから、普段家を訪ねてもなかなか出てきてくれないんですよ。マジで？じゃあ私も普通に留守されたんかな？違う？であるは留守である。私だよ。留守だと言っておるのにうるさいやつである。えい。吹っ飛ばされた。今すり抜けたよ。クリオ。誰であるか？わしの家の前で寝ておるやつは。てかあれやん、見た目が、あの子たちと一緒やんね、あの兄弟と。ん？どこかで見たような顔である。君が呼んだんじゃないか。おお、もしや。いや、間違いない。お主はマリオである。わしはお主が来るのを待っていたのである。遅かったではないか。ささ、とにかく家の中に入るのである。クリオには一切触れられてないけど、入って大丈夫？さてと、わしの名はデアール。魔法使いである。先日星占いをしていたら、お主に関わる重要なお告げがあったのである。ここも星占いするの？あの兄弟の親か何か？じゃがその前に、お主に言っておくことがある。話せば長くなるのであるが、かいつまんで聞かせるのである。どこから話せばよいであるかな。今となっては昔のことになるのであるが、星の降る丘におったわしの先祖はいつものように。しかし、ある日のことである。が現れ、わしは、にしながら立ち向かったのである。そこへ遥かなる、恵みの、だったのであるが、がすごかったのである。まだ若かったわしは、と信じておった。しかし、わしたちの心は、で、ある、が、
全然わからないんですけど。寝てる。マリオ寝てる。あ、クリオがちゃんと聞いてくれてるかな。というわけなのである。ん、マリオよ、お主ちゃんとわしの話を聞いておったであるか。本当にかいつまんだ。めちゃくちゃ長かったよ。ならばよい。そんなわけであるからして、わしはお主をいろいろと手伝ってやれるのである。冒険の途中でやるべきことがわからなくなったら、わしに会いに来るというのである。お主の進むべき道をスペシャルプライスで占ってやるのである。もうここの部分しか重要じゃないやん。言ったさっきの話。今は一刻も早くピーチ姫を助けなければならないのであるが、わしの占いによれば、まずはノコブロスの砦を目指すよいと出ておるのである。ノコブロスの砦に行くには、キノピオハウスの前の道を東に行くとよいのである。キノピオハウス、寝るところかな。のんびりしてないで車に向かうのである。車じゃない、東。まずはノコブロスの砦へ向かうのである。キノピオハウスの前の道を東に行くというのである。キノピオハウス、キノピオハウスっていうのは俺のことやね。こいつらに塞がれとるやん。まあ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 、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんかただの単性はつまらんなとは思ったけど、ちょ、アクション要素加えられてもね、私ちょっとリズム感とか全然ないけん。難しい。まあ、とりあえずやっつけられたらそれでいいよね。たまに成功すればいいかな。